はい、それと北京スマッシュ1365主催高い、はい、ステージはホロバスよ。あのキャラクターはマーさんのルフレ対ニェンさんのジョーカー。はい、もうすでに始まっており、もう結構熱くなりましたね、すでに。はい、さてどう、おー、空中下、まあ、とりあえずジャンプして、まあ、マーさんの 空中の上にとりあえずうろつくような作戦ですね。あ、これはマーさんがどういう思考なんでしょうね、さっきの横尾。そのサンダーソードの空上、まあ、パーセントはほぼ同じ。しかし、合わせるのはもうすぐ来ちゃいますよ。あ、そして消えました。はい、これは、あ、しかし、サンダーソードも同時に消えたようで、あ、しかし、もうすぐ復活するご様子。ん？くらりくえ。DA はめくる。あ、強気のくえ、撃墜。まずは横強、はい、駆け狩りは、あ、しかし駆け上がってきたところで横尾をとりあえず置いとく。あ、しかしよ、結構深くまで行って空を復帰阻止できる、きつい。ストック2に DA 差し返し、こっちも DA があるんだぞっていう、はい、下着を、うん、空前でエルファイアを消す。ダッシュアタック。また空 N。いつまで続く崖展開。ああ、しかし、もう、ああ、ははは、よかった、アルセヌ。サンキュー。あ、今度は、マーさんの崖狩りの番です。はい、RSM リエ、おお、このギレーはなかなかやりますぜ。おお、空母復帰阻止撃墜2回目。はい、姿勢がいいですね今日、ニエンさんのジョーカー。ヨクマーさんに対しては、まあ、やむを得なくロイを出すところなんですけど、今日のジョーカーは結構いけてますね。とりあえず一旦離れて立ち回り状況に戻ったものの、まあ崖展開に持ち出したマーさん。ああ、空下撃墜めってよ、判定。はい、一戦目はニエン選手ジョーカー1-0。赤かっこいいね。はい、2戦目ステージカロス。はい、その場回避で、もうあと、まあ、ジャックでちょっとの差し返しのマーさん。おお、そして攻め強いニエンさんは止まりません。コン、え、クー、え、クー N。シートだな。切り替え難しい。はい、とりあえず両方とも戻ってくる。エーゴン、いや、エーハージュンですね。はい、エルヴィンのジャック。おー、アルセヌ空母。あー、空母、しかしまだ死にませんよ。うん、そんなに深くまで行くの。いや、どうかしてるんですよ今の
絶対おかしいでしょ、そのアルセンの復帰力。まあでもとりあえず先手を取ったのはニエン選手。しかしこっちも復帰阻止できますよ。はい、ストック2に、よく今日空前がシュードに当たる。下投げ、しかしまあさすがは軍師、まずはまあ離れてその飛び道具を用意しますね。はい、横エルファイアをシールに当てたあの隙に後ろ投げですね。まあいつものマーさん、おおペルソナ、おお DA で ND をかき消す。おおほほほ、まあそうですね、まあその場上がりを呼んだもののちょっとだけタイミングが遅かったですね。おおほほほ、空撃つい復帰阻止強。はい、まずはギガファイヤー。しかしこちらは差し返しの DA を当てます。はい、ギガサンダー、ギガサンダー2回、3回目は当たりません。おお、弱はあいにく回避されました。はい、そして回避してエルヴィンのジャコ、弱、おお、サンダーソウルクーへ撃墜、ストップ11。これはまだありますよ。ニエン選手は果たしてこのまま2-0 で決め切れるのか。おお、いい動きですが、それはマーさんの我慢強さで、まあ、シールを張り続けます。はい、まずはサンダーソウル空N。はい、空前下りの、はい、まずはジョーカー後ろ投げ、ちょっとだけ抑制も遅かったんですね。エルウィンドで先に戻るマーさんです。空洞がシールドに当たる。姿勢がいい、アルセンがなくなる。マーさん助かりました。おー、そしてクーエム復帰阻止で撃墜。はい、まず 2戦目はマーサン・ルブレ、セットカウント1-1。はい、さてステージはスマムラ DO3 であるため、次の1試合を勝利した者はそのまま勇者側決勝戦進出となるでしょう。でしょっていうかもう決定。はい、とりあえず、おお、ディレイをかけたエルウィンド・ジャック。はい、少し差し返しでジョーカー DA、 エルサンダー、エイゴン、あ、入れないんです。はい、まず先手を取ったのはマーサン・ルフレ。DA、 はい、おお、強気のリザイア、崖上がったところでリザイアが当たる。ヒル、あ、下スーマーはさすがにそう簡単には当たらないと、マーさんがタイミング、まあ崖上がりタイミングを測ったのでしょうか。はい、まずはアルゼヌ DA、 撃墜。また空港復帰阻止、うまい、宮崎中復帰、うまい、復帰阻止、うまい。
またセット展開になるでしょうか。いや、まあもうすぐアルセン消えてなくなりますもんね。はい、そしてまあまだコーナーにあるものの、あっおお、そしてまあ空中回避で、まあ、そのマーサのつかみを避けるミエン選手です。おお、置いてあったエルウィンのジャックに当たるミエン選手。おおちょっとだけ距離が違ったんですね。まあ読みは正しかったんですけど、まあ残念。あ、しかしもうすぐアルセン来るぞ。マーさん大丈夫かな。まあそう簡単には毎回毎回復阻止されてたまるものかと言わんばかりのマーさん、欲強でまた崖展開になる。お、しかし相打ちしたものの撃墜されたのはニエン選手。まずは弱連打。おお、下火でもうアルセン効いてるぞ。あ、しかしまあとりあえず、おお横強怪我さんなで、まあ、安全ルートを確保できるマーザン。おお、空襲回、おお、戻れない。はい、勝ったのはマーザンルフレ。勝者側は決勝戦進出、おめでとうございます。